ポートマン主爵家の紋章は、ポートマン家元来のものと、バークリー家の門徒で構成されている。ポートマン主爵は、イギリスの主爵、貴族、連合王国貴族。被災家、エドワード・ポートマンが1873年に除されたことに始まる。ポートマン家は、ロンドンの一等地、メリルボーンを辞書に持ち、英国長者番付にその名を連ねる一族である。 一族の辞書メイリル・ボーン地区を描いた19世紀の地図。ポートマン家の祖サー・ウィリアム・ポートマンは、ヘンリー・パッセイのお世に高祖院主席判事を務めた放送家である。彼は1554年に270エーカーに及ぶ敷地を購入。同地はロンドンと共に発展し、子孫も巧みに土地開発を行った。故に、同期は現在でも英国屈指の資産家である。 その孫ジョンは1611年にイングランド純断釈くらいの純断釈を授けられている。しかし、彼の孫にあたる6代純断釈ウィリアムが死死なく死去すると、この純断釈位は断絶した。一方で、その所領と財産はウィリアムの老いにあたるヘンリー・シーモアに相続された。ヘンリーはベリー・ポメロイのシーモア純断釈会津王であり、彼の妻アンは、 初代巡弾尺ャクサージョン・ポートマンの次女にあたる。彼は、その後、ポートマン制に改正している。しかし彼には、子供がいなかったため、その死後は、いとこにあたるウィリアム・バークリーがアジ書と財産を、承継するとともに、彼もまたポートマン制を負傷した。その子ヘンリー・ポートマンの代になると、メリル・ボーンは、農地から、住宅地へと急速に変貌を遂げてゆく。 ヘンリーは特に開発に拉腕を発揮した人物で、ポートマンエステートを設立して巧みに、中流階級や労働者層向けの住宅建設を行い、現在の資産家ポートマン家の礎を築いている。二大施策を描いたカリカチは、その子エドワード・ポートマンは1837年に、サマセット州、オーチャード・ポートマンにおけるポートマン男爵に除されて、ポートマン家は英国貴族となった。 さらに、その晩年の1873年にも、ドーセット・シュー・ブライアンストンのポートマン子爵を授けられている。いずれの爵位も、連合王国貴族爵位である。その息子である二代子爵ヘンリーの頃になると、一族は、オックスフォード街やベーカー街周辺の開発を積極的に進めている。その後、三代子爵ヘンリーには、子がなかったため、爵位は、弟クロード。 その息子、エドワードの順で継承された。その五代子爵エドワードが没すると、おじシーモは、その弟ジェラルド、同名の息子、ジェラルドの順でわずか六年のうちに三回も、代替わりしている。しかし、八代子爵ジェラルドにも子供はおらず、爵位は、老いのエドワード・ヘンリーが継いでおり、これ以降は、彼の系統で現在に至っている。オックスフォード街に面する。 老舗百貨店、セルフリッチズ。厳頭種である10代主尺クリストファーは1999年の貴族院改革院後も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。また、彼は貸し出していた物件を一気に買い戻した後、8000万ポンドを積み込んで再開発を行った。そのため、同地の地価は毎年上昇傾向にあり、 ポートマンエステートの推定資産は約20億ポンドにも上るという。なお、同セット州ブライアンストンに位置する旧邸宅、ブライアンストンハウスは、その敷地や建物は、私立校ブライアンストンスクールとして利用されている。一族と爵位に係るモットーは、正規士と快活な精神。現当主である第10代ポートマン死者クリストファー・エドワード・バークリー・ポートマンは、 以下の社位を保有している。法定推定相続人は、現当主の息子である、ルーク・ヘンリー・オーリバー・リチャード・バークリー・ポートマン、格下系フズ借官法に換算すると、約32万坪。なお、ベリー・ポメロイのシーンは順段社区化は、親族から序列、第2位の英国社位サマセット公社を継承して、現在に至っている。ありがとうございます。